今日も一杯やりながらご覧いただいている皆様、こんにちは。このチャンネルは酒と旅好き中高年の皆様にお送りする高専チャンネルです。今回は八重山諸島黒島へご案内いたします。それでは行ってらっしゃい。今日は八重山観光フェリーで黒島へ行きます。往復3250円です。フェリーに乗る前にターミナル内にあるこちらでシェイクを買っていきます。ありがとうございます。はい、ジャスト12時出航。黒島港に着きました。牛が多いとは聞いてるんですが、ハマる人にはハマるみたいです。さあ、まず早速宿へ。今日の宿は民宿あーちゃんです。よろしくお願いします。自販機があります。お部屋 1,2,3,4,5,6 畳の一部屋、畳の部屋、落ち着く。お風呂広いです。湯船があるのは嬉しい。洗濯機無料のようです。ちょっと嬉しいですね。もう部屋の向かいに食堂入り口があります。四択スペースです。民宿あーちゃん自転車もタダで貸してくれました。民宿あーちゃん出るとすぐ黒島研究所への標識がありました。これちょっと行ってみます。ちょっとデコボコ道でございますね。300メートルぐらいで行けるそうです。いやー、暑くなってきた。あ、でかいヤギ、でかいヤギ、ヤギ、ヤギのなんかウルトラの父って感じですね。いやー、そっちみたいですね。黒島研究所タイプムサービス日です。あれ、もうこれですかね。あ、すぐ。黒島研究所着きました。研究所入ってみます。はい。はい。はい。無管病とあとです。あー、かわいい。エサくれって言ってくる。ああ、そうなんだ。ね、ほら。うん、本当だ。へえー、ちっちゃい。かわいい。ゴモマンガラ。あれ、なんか、お前さん、果てるまで会わなかったかい？あ、こういう感じのはね、果てるま。でシュノーケルやった時に結構見られました。いっぱいいますよ。もう海壁いました。いやー、タートルくん、もうカメって最高。すごいウツボがいます。かわいいね、かわいいね。おう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 、行ってくる。人懐っこいね。サメがいます。スマホ落とさないように気をつけなきゃ。いやー、こっちはまたちょっと大きめのカメだね。こんにちは、こんにちは、こんにちは。あ、これもね、果てるまじまじ見たな。これ、こんな大きいのが出てくるのかね。
さあ、このインドクジャクが羽を広げると圧巻だと思いますが、開くか開くか、開いてくれー、うーん、えい、開け、よし、続きまして宇宙からの漂着物をご覧ください。ロケットのこの部分が黒島で発見されたそうです。人が多いとこだったら大変だろうね。吹き海岸です。なんだろうね、あれはなんか岩がすごいって感じ。次は根性海岸に行ってみるよ。根性根性と根性、勇気がいりますね。ちょっと根性海岸、こっから入っていくみたいですけど、なんか宇宙人でも出てきそうです。根性海岸、あ、なんかいい感じだね。よいしょ、あ、これまた泳げる感じのあれじゃないんですね。あー、なるほど。皆様、あちらをご覧くださいませ。西表島、そして手前が、キノコ岩でございます。いやー、これですか。なるほど。さあ、次行ってみましょう。結構いい感じに、木陰にね、いい感じに木陰になってきました。これは夜は相当怖いんじゃないかと、想像できます。西の浜です。海めっちゃ綺麗、圧倒的牛の世界、黒島へようこそ。いやー、すごいね、牛しし、中学校です。何かあった時の避難所になります。マスコットキャラクターアッシュくん、渋いですね。黒島展望台です。なんか宮崎駿の世界みたい。鳩間島ですね。西表島、石垣島があそこにうっすら見えます。ちょっと見にくいかな。何もない感じが素晴らしい。牛がいっぱい、みんな素敵なイヤリングをお付けです。黄色がブームのようですね。なんかザル持ってる人がいる。何か取れるのかな。なんか今まで見たことのないような景色、砂漠と海が一緒になったみたい。ダンスが上手くなりたい。マジュマルハートです。かわいい。何か成就するんでしょうか。マルが今上に生えております。津波石です。大昔1771年津波でここまで流された、津波石。黒島灯台、かわいい。中本海岸休憩所です。向こうに中本海岸あります。干潮時です。明日この近所に泊まるのでシュノーケルに来ようと思います。共同売店のキック
肉の屋さんです。ここは宿の近くなので、ここでお酒を買っていきます。無人売店で今、オリオンと焼酎を買いました。安心安心。さて宿へ戻ってきたぞ。待望の夕ご飯でございます。わあ、貝が綺麗、すっごい、お疲れ様です。食事がめっちゃ美味しそうです。いやー嬉しい。結構ボリュームありますね。これは赤町かな、イラブチャーですかね。めっちゃ美味しそう。あ、これマンゴーかな、すごい美味しそう。そして泡盛のサービスもついてきました。もしもそれでも足りない場合はこちらで泡盛も売っております。お腹もいっぱい、酔っ払った。また明日、おやすみなさい。ここからの放送は飛行船チャンネル。2日目の朝、おはようございます。黒島の朝です。おはようございます。おはようちゃん、どこ行くんだい。すみません、ありがとうございます。ちょうどいい量で美味しそうです。いただきます。自転車とかがでもチェックアウトしても貸してくれるって親切ですね。荷物も預かってくれて、ね、で多分向こうまで送ってくれる。人が多いときは、民宿あーちゃんを後にしまして、次は違う宿に向かいます。中本海岸です。島ビジターセンターです。そっか、昨日ここ最初に来ればよかったかも。黒島のボギューはあなたの約何倍です。測ってみましょう。よいしょ。8倍。どうなんでしょう、微妙。南十字星の4つの星がクリスマスぐらいから6月ぐらいまで見れるそうです。これは黒島のお祭り風景のようです。かわいいサンドイッチ屋さんを見つけました。ここでお昼を買います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうも。2日目の宿は民宿黒島さんです。
民宿黒島さんです。いい感じです。扇風機あります。クーラー2時間100円。あーいい感じ。これは夜は星が期待できそう。めっちゃ美味しそう。さっき買ったサンドイッチいただきます。美味しそう。再び中本海岸に来ました。ここはシャワーとトイレがあるので便利です。中本海岸です。今時間は、14時50分ぐらいです。めっちゃ綺麗。透明度がすごい。めっちゃいいです。屋上です。今もうすぐ7時というところです。あとに従えてるネタもたっぷりです。乾杯。iPhone 自体はあの充電のところがしばらくねダメなんですよ。あの濡らしちゃうと。あーそう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 なんですよ。朝ごはんです。おいしそう。これは油脂豆腐。おいしそう。フルーツもおいしそうです。今日はシーライトさんでお世話になります。これからシーライトさんで沖まで出ていきます。これは何号っていう名前あるんですか？これですか？これシーライト号です。あ、シーライト号。シーライト1です。シーライト1。何台も持つ必要はないですけど、キャー、今シーライト1号で今シーライト1号で、出発いたしました。いやー爽快です。ここに見えるのが西表島ですね。あれ正面アラグスク。そうです、正面がアラグスク。Thank you.
なりの下地島の方です。ここの島もあの水水道と、電気来てます。どこから来てるかというと、ミリオネから。あー、海中のパイプラインを通って、ここから今坂道島に行ってるんですよ。で、水中パイプラインが通ってますよって、あの黒いのが筋が見えてるんですよ。あ、本当だ。水中パイプライン、怒りとか避けないでね。そうそう、はい、で反対側のところにも三角のところあるんですよ。あー、で、お水は黒島のお水も、ツアーじゃないと来れないとこなんですよね。ツアーじゃないと来れないですね、うん、うん、よかったね。時間まで20分ぐらいあるので、こちらのハートランドでかけこぼれても食べちゃおうかな。牛もいます。観光の安永98号で石垣に戻ります。